CC の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。CC の代表の篠崎忠です。今日はよろしくお願いします。ちょっと今日は、あまり気分が進まないんですけれども、皆様にお話をしておかなければいけないことかなと思い、動画を撮っています。実は私が住んでいる埼玉県川越市というところなんですが、今回の台風19号でかなりやられています。うちはですね、かろうじて平気でした。実はですね、12日土曜日を臨時休業にしまして、12日の朝9時にですね、近所のスーパーにもしものことがあってはいけないと思い、お水を買いに来ました。で、運よく水はあったので買って帰ってきたんですが、その時にもうかなりの土砂降り、道路あちこち冠水が始まってまして、これは危険な状態だなっていうふうに思ったんですけれども、家のすぐ裏を小さな用水路みたいなですね、小川が流れておりまして、その川が溢れたことはないんですけれども、結構もうすぐ溢れるぞっていう状態になっていまして、びしょびしょになった体をシャワーを浴びながら冷静になって考えた時に、これは避難した方がいいと。で、同じようなタイミングで妻の方の実家の方から、お前んとこの裏の川は大丈夫か、避難してこいと電話でいただきまして、少し冷静に考えた結果、今回は避難しようと妻の実家に向かいました。で、昼ぐらいだったんですけども、そこからどん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 台風が近づいてきまして、雨がひどくなってきまして、防災メールがじゃん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 携帯から鳴るようになってきました。そしてですね、一番びっくりしたのは入間川っていう川が流れてまして、かなり大きい川なんですけども、ここがもう避難判断水位になってまして、ツイッター情報とかいろんな情報からもうどこかから越水してるというような情報がありまして、もし入間川が、越水、一番やばいのは決壊なんですけども、避難したうちの妻の実家も危ないというような状況に追い込まれました。で、なんとか入間川持ってほしい持ってほしいって祈りながら一夜を過ごしたんですが、明け方ですね、また防災メールが入って、自宅の方の川ですね、これがですね、氾濫もしていると、すぐ逃げろみたいな感じのメールが入りまして、で、朝仕事に行く必要があったので自宅の方に戻ってみたんですけども、自宅は平気だったんですね。良かったと思いながら仕事に行って、いざ帰宅しようと思いましたら、全てのところで通行止めになっておりまして、家に帰れないんです。で、どうしたんだろうって思いながら、いろんな道を問いながらやっと自宅にたどり着いたんですが、朝通ったはずの道がもう冠水してるんですよ。っていうことは、台風が過ぎて結構時間が経った後に増水して、越水してやばいことになったということなんですね。で、ここは川越市なんですけども、後から知ったんですが、東松山までその川がつながってるんですが、ほぼ全域越水していて冠水してるんですね。約距離的に言うと15キロから20キロぐらい川沿いはもう冠水してる。ニュース等で盛んに報道されていますけども、埼玉県川越市のキングスガーデンっていう老人ホーム、ここもですね、実はここからほど近いところにございまして、数百メートル場所が違ったらもううちも全然冠水してるっていう状況になっています。お客様でも床上浸水をした方もいらっしゃいますし、今回ほど身近に災害っていうのが あるっていうことと、避難をしたっていうことと、どこに行けばいいんだろうっていうことと、身近に感じたのは本当に初めてみたいな感じでしたね。そしてですね、いざこういう、うちは被災したわけではないんですが、いざこういうふうになってみると、情報っていうのが全く入ってこないんですね。老人ホームなるキングスガーデンのところが通行止めなんですけども、じゃあどこからどこまで冠水をしていて、そこには入れません、わからないんですよ。近くにいても、上空に今もヘリコプターが飛んでいて取材をしてると思うんですが、あの人たちは見てるからわかると思うんですけども、僕たちはわからないんですね。なんで情報をくれないのかなということを強く思います。
例えば埼玉だったら埼玉テレビがあるわけですから、ニュースでこの範囲からこの範囲までが冠水していて非常に危険な状態なんで近づくなとか言ってもらいたいと思います。で、困ってる人がいるとか言ってほしいし、例えばお手伝いに行こうと思えばできるわけじゃないですか。やはり老人の一人暮らしとかそういうところにはですね、僕ら行ってお手伝いしてあげるべきだし、実際に行こうと思ってるんですけども、情報がですねとにかく入ってこないっていうのが一番困りますね。皆様のところはどうだったか僕はちょっとわからないですが、非常に危険なところもたくさんあります。特に今回は長野県の千曲川周辺とかは非常に大災害になっています。僕らができることっていうのは、身をもってお手伝いに行くかお見舞い金を送るかっていうことになるんですけども、先日も15号の時に送ったように、今回も少ししたら困ってる方へ、チャリティー営業等をしてビビたる力ですけども、送れたらないかなというふうには思っています。これを見ている方も何でもいいので、被災している方に自分ができることをぜひしてください。偽善者と言われようが何だろうが僕は全然いいと思います。すごく善人で何もやらない方よりも悪人でも何かしてる人の方が僕はいいと思うんですよね。悪人って犯罪者じゃないってことですよ。日頃悪いことしてても悪いこと言っててもやっぱやることやる人の方がこういう時は評価されるはずです。やることをやって何か微力でも力になる方法を考えてみてください。ということで、ちょっとこうあまり気分が上がらないですけれども、今日はこの辺で。この動画良いと思ったら高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。もう少ししたら通常の生活、通常の営業戻っていつも通りの C の公式 YouTube チャンネルになりたいと思いますので、よろしくお願いします。それではさよなら。